皆さんこんにちは。日本共産党参議院議員の倉林明子でございます。熱い戦いだった参議院選挙から早2年となりました。私、国会に送っていただいて、今回には7回登壇し、委員会での質問、討論回数は83回になりました。原発はゼロ、中小企業を応援しろ、消費税は増税中止だ、この声を届けて奮闘してまいりました。もう今では経済産業大臣3人目となりましたが、先日原発問題、エネルギー問題で出席をいたしました。原発はゼロ、石炭火力は CO2 増やすからダメだと言いますと、大臣は言いました。原発はゼロ、石炭火力もダメというなら一体どうしたらいいんですかと逆質問するんですね。私、翌日質問の機会がありましたので、今日は答弁させてもらいますと言って答えました。日本には燃料コストゼロ、 100% 国産の再生可能エネルギーの無限にある。この再生可能エネルギーへの大転換を進めて原発ゼロ実現すべきだと言いますと、反論はありませんでした。原発なくても電気は足りる、このことをこの2年間本当に証明しました。危険な原発いらない、原発ゼロの決断、この追及を引き続き頑張ってやりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今国会はまさに中も外も熱い戦いが続いております。衆議院で強行採決した後、憲法学者の怒りに火をつけました。中学理政権はどうしたって憲法違反だ、参考人質疑で全ての憲法学者の参考人が発言をしたのに対し、強行採決という暴挙を行った。このことに憲法学者、黙っていた人まで声を上げ始めるという変化につながりました。学問を否定する知識人が起こりました。学者、知識人立ち上がって大きくその怒りの声が広がる。国会の外ではシールズ、若者が自由と民主主義を求める緊急行動に立ち上がって連日声を上げてます。昨日はシールズ、今日はミドル、明日はウォールズ、僕らはシールズに先手つけたジールズだ、こんな団体まで出来上がって国会を包囲してるんです。この国会の国会周辺、国民の世論が追い込んだ中で参議院での論戦が始まりました。参議院の論戦が始まったらどうでしょう。内部文書が次から次へと共産党に届くんです。民主党の議員が私につぶやきました。なんで共産党にだけ内部文書があんたに届くんだと、私は教えてあげたいと思いました。自衛隊の中にこの戦闘法案がこのまま強行されれば本当に危険なことになる、憲法に反する中身があるんだっていうことを内部文書を通じて国会で追及してほしい。この思いに誠実に応えてくれるところを自衛隊内部の両親もちゃんと知っていたということではないでしょうか。その期待に応えて井上さん、伊地さん、追及に立って、国会を震撼とさせたのが、この前の小池晃参議院議員が示したガイドラインと安保法制を具体化検討した自衛隊幕僚監督の内部資料。
その一つが何か、公選規定を決める、策定すると書いてあります。皆さん、この公選規定っていうのは、すでに米軍が持ってます。どんな時に戦闘行為に入るのか、どんな武器を使用するのか、つまり戦争のルールを決めるのが公選規定なんです。これをアメリカと一緒に自衛隊が共通のルールを作ることを検討してるっていうんですから、まさにアメリカの戦争に一体となって自衛隊が参加することをしっかり準備してるということではないでしょうか。この戦争の具体的な準備を平時から進めていくんだ、このことがはっきり書いてあることが分かったんです。だってもう一つは何だったか、それが同盟調整システムのもとに軍の調整所を置くと書かれていたことです。軍と2つ並んでいるその一つはアメリカ軍であることは明らかです。じゃあもう一つの軍は何か、自衛隊だと、これを防衛大臣がはっきりと認めました。ミリタリー軍、ミリタリー便宜上軍と呼んでいるんだから問題ない。防衛大臣がこう言えば、なんと大上げの国際審議では総理大臣まで便宜上問題ないと言い放った時は、本当に私は驚きました。自衛隊が軍隊でない、これが憲法上ギリギリの判断の第一の一線ではなかったのか。総理大臣があっさり便宜上軍隊と認めるなど、もってのほかではないでしょうか。一体便宜上いつから自衛隊が軍隊になったのか、国民は絶対納得できないことではないでしょうか。米軍と自衛隊が常に連絡を調整しながら、これも一体的に戦争行為に巻き込まれていることがいよいよはっきりできたんじゃないでしょうか。この問題は、実は中谷大臣はこの中身は知らなかったと最初資料を示された時に言いました。5月15日閣議決定で戦争法案が決まった。中谷大臣が自衛隊に、この法案ガイドラインに基づいて研究しよう指示出したのは16日、そして幕僚幹部350人にテレビ会議で示された資料が、小池晃議員が示した自衛隊の内部資料です。この内部資料の中身について小池晃議員が8月11日明らかにするまでは中身を知らなかったと言い放ったこと、これこそが米自衛隊の暴走を認めた、知らなかったこと自身が自衛隊の暴走を許しているということを私は証明だと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。軍部の暴走を許して戦争に突き進んでしまった、この反省から生まれたのが日本国憲法ではなかったでしょうか。憲法で権力を縛って戦争への暴走をさせないようにしてきた、これが憲法の立憲主義で、その根本にあの戦争への大きな反省が込められていたはずです。憲法違反の暴走、この安保法案、戦争法案の本質がはっきりしてきました。絶対に成立は許すわけにはありません。今国会の外、そして全国で戦争法案反対、戦争する国に絶対にしたくないという声が広がっています。この声に押され、参議院でも60日ルールの適用はできないという状況になりつつあります。衆議院では対案を出した維新と民主党ですが、民主党は対案ではなくやっぱり廃案だ、この声が大きくなってきています。与党の特別委員会の委員長、そして与党の委員の中からも、参議院でこそ徹底審議の必要性があると
決を許さない、この声をさらにさらに広げて犯人に追い込もうではございませんか。この国の主権者は国民です。この国の未来を決めるのは安倍総理でもない、日本国民が決めることです。私たちは平和な日本、戦争のない日本を、憲法9条を守るという声を上げている。この声を示す時じゃないでしょうか。勇者を守れ、民主主義守れ、この戦いにご一緒に勝利しようではございませんか。皆さんご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。